その他競馬レース展望の時間です。今日の解説は報知新聞の倉田正明記者でお届けします。倉田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。進行竹の上でお届けしてまいります。今週4日間の競馬、今日はその最終日、4日目金曜日のレースの展望を行っていきます。やっぱり4日間競馬ですから、割といつも以上に1日分ハードになりますね。そうですね、はい。まあ、それでもあの金曜日、あの開催があってくれてよかったと思ってくれてるファンがいらっしゃったら嬉しいことですから。そうですね、はい。まあ、でもあの4日間レース見れるっていうのも楽しみなんでね。あ、本当面白いですからね。はい、楽しい園田競馬1日分に今週ありますので、どうぞお楽しみください。それでは金曜日のレース展望、2つのレース今日も展望してまいります。9レースが C2 クラスのレース、10レースが B1 クラスのレースです。それではまずメインの10レース風花特別見ていきましょう。 B1 クラスの11頭立て、ここはまず倉田さんの印ご覧いただきましょう。このようになりました。どうですか、力関係でいうとそんなに差がないわけなんですか。そうですね、もう本当に実力的には紙一重のメンバーになりますね。 まあ、あと、はい、あの転入馬のメリー君の実力とか、 あの、まあ未知数なんですけども、まあ、でもあの十分楽しめるメンバー構成だと言えます。なるほど、なるほど、はいはい。そんな中で6番シーザーレインボー本命にされました。まあ、この前逃げ馬ですよね、はい。そうですね、まあ、あの昨年夏はね、あの重賞にチャレンジするなどなかなかあの活発なレースしてたんですけども、はい、そうですね、まあ、その反動かなんかリズムを崩してましたけども、うんうんうん、ようやく今年になってあの復調ムードが漂ってきて、はいはい、まあ、前走も本当にあの最後までしぶとく粘ってますのでね、うん、あのまあ、これあのこのま本来の粘りが戻ってきたと見て、本命にしました。そうですか、はいはい。あのどちらかというとババの傾向を見てますと、前に行った各馬が有利かなという、あのババに変わってきてますもんね。そうですね、あの、まあ、内側もだいぶあの、うん、粘れるような感じになってきましたので。そうですもんね、はいはい。そういったところも味方につけられるかどうか。6番シーザーレインボーで、先ほど話がありました対抗8番メリー君、この馬の主者というのが一つポイントになってくるんですが、対抗というところはどういう意味合いなんでしょうか。はい、まあ、やはりあの JRA で1勝を挙げているということと、はい、まあ、その時に逃げ切って勝ってますので、まあ、あの小回りでも通用するような先行力があると思っての対抗ですね、うんうん。あ、はい、そうですか。ダート 1300m 東京競馬場で挙げた勝利ということでした。対抗、まあ、ですからね、あのそのスピードというところ、シーザーレインボーしのぐようなことがあれば逃げ切りまで考えたいと、まあ、そうですね、勝つというところまでですね、はい。10番のミスティフリップ3番手、こちらは兵庫移籍後4戦目、まだ3着は外していないわけですからね。そうですね、本当に手堅くあの、うん、運んでますので、はい、まあ、もう本当流れ一つであの十分チャンスはあると思います。ほうほう、はい。こちらね、 JRA 時代500万クラスでも優秀な成績も残していましたからね、はい、力はあります。6番8番10番といきまして、あと2番4番というところはどういう狙いですかね。クイーンズジャーニーとしてはあの自在性があるので、まあ、あの先行争いがあの激しくなればその後ろで構えて、はい、まあ、直線持ち出すという形で、ほうほうほう、展開面であの、うん、有利なことがありそうなので、まあ、注意したいなという感じですね。なるほど、前走逃げましたが、はい、花にはこだわらないということなんですね。はい、そうですね、はい。まあ、特にシーザーレインボーとかメリー君という速い馬がいますからね、はい、そのあたり、融通聞かせてというレースぶりに期待ということです。4番超連ちゃんが印が入りましたが、どうでしょうか。はい、まあ、前走は崩れましたけども、うん、もう本当にあの手堅くまとめて、まあ、ここもそんなに大崩れはしないと思いますね、うん。まあ、しかもあの比較的内寄りの4番枠なので、はい、まあ、内でじっとしてあの勝負どころで一足使えばあの、まあ、十分 V 争いに届いてくるかなという計算成り立ちますし、うん、なるほど、なるほど、はいはい。あと印が入りませんでしたが、3番ペリステライト、あるいはあの移籍初戦になります、アニエス10号ですね、5番ですね、はい、このあたりもどうですかね。そうですね、まあ、ペリステライトは、まあ、前走3着に来てますし、うん、あのまあ、安定して上がり39秒台の足使ってますので、うんうん、まあ、あの切れる馬だと思います。あの先行争いが激しくなればあの、はは、あのチャンスはあると思います、ね、うん、抑えておいてもいいというところですね、はいはい。というところになりました。さて、買い目をご覧いただきましょう。こういう買い目になりましたが、あ、6番、はい、8番の3連単で1番、はい、1着2着の裏表なんですね。そうですね、はい、で6番8番裏表にしておいて、あと全通り、はい、あ、そうか、あ、3番も抑えますし、はい、5番も抑えてもいいということなんですね、はい。
それから、まあ、7番あたりも抑えておいていいと、まあ、何が来るかわからないというのが一応一対一対を予想してそれで3着は、はいはい、横一線になるような考えを思いついたんですけども、ね、そうですね、はい、できるだけ人気薄こいというやつですね。はい、はい、わかりました。ということでメインレース風花特別は3時55分の発走、倉田さんの予想でした。さて続いて9レースの予想もいきましょう。 C2 クラスの特別戦です。 1700m 等数9頭ご覧のメンバーです。それでは倉田さんの印ご覧ください。ここは4番のオーシャンセブンを本命にされました、はい。どういうところから狙いを立てられましたか。そうですね、まあ、4走前の、ね、同じ距離走った時は、まあ、惨敗したんですけども、うん、JRA 時代は、まあ、どちらかといえば中距離で実績残している馬なの で、 そうです、ね。まあ、前走もちょっと忙しい競馬で足残し気味の負け方だったんで、はあはあ、まあ、ひょっとしてまたゆったりしたペースになれば自分の実力を発揮できるんじゃないかというそういう思いを込めての本命です。はい、はい、4番のオーシャンセブンからという狙いとなりました。で対抗2番スカイドメジャーです。はい、まあ、前走ちょっと後ろすぎて、まあ、バグンさばいてくるのに時間がかかった分4着になりましたけども、はい、まあ、本当にこのメンバーに入ると決め足は上位だと思うので、うん、まあ、展開一つで十分突っ込んでくるんじゃないかなと思います。うん、はい、3番手には5番レッドアランダ、こちら競争除外明けなんですよね。はい、まあ、その辺は未知数なんですけども、まあ、あの移籍初戦がまあ不良馬場で全然力出せなかったので、うん、まあ、今の両馬場だったら変わってくれるんじゃないかなという未知の魅力を感じました。なるほど、なるほど、しました。うん、はい、あとは6番電光ジェネシス、8番ヒマラヤ天下と印が入りましたが、はい、どうでしょうか。まあ、電光ジェネシスは、まあ、移籍初戦、まあ、久々だったんですけども3着に粘ってますし、うん、2走目でさらに前上向きだと思うので、ね、うん、怖いと思います。あ、そうですね、はい、うん、まあ、ヒマラヤ天下 も、 もう本当に安定してますのでね、そうですね、まあ、自在性があるのでどんな展開にも対応できるというのは強みだと思います。うん、はい、まあ、こういったところを抑えに回してということになりました。9レース C2 クラスの特別戦です。それでは解明ご覧いただきましょう。ここは4番を1着にして、はい、2着に2番5番その後全通り、はい、全通りって言うんですね、はい、全通りにしました。うん、これでも14点ですもんね。はい、はい、フォーメーションにして1着1頭2着2頭3着全通り、これで14点の組み合わせ。2番のスカイのメジャー言うほど人気になってない。6番がおそらく人気になるかなと思いますのでね。そうですね、はい、4番頭で2番5番2着ということですと結構ね、はい、いい配当望めるんじゃないですか。そうですね、そういう意味でも14点、うん、なるほど、はい、抑えたら美味しいなという思いはあります。あれですよ、人気どころからいくと割と絞っていかなくてはなりませんが、はい、人気薄からいく場合はね、はい、ちゃんと手を広げておかないとね、せっかくこの馬拾ってんのにここ外したか、これだけ抜けてるとか、あれ一番悔しいですからね。はい、しかもそういう時大きな配当必ずなりますからね。はい、はい、ということで、前頭折りというところです。9レース10レース2つのレース展望してまいりました。ともに3着は前頭折りという倉田さんの狙いとなりました。期間限定騎乗をしていました青柳正義騎手が、金曜日の競馬で、最後ということになるんですね。はい、どういった印象を持ちましたか。そうですね、しっかりレースを自分で組み立てられる騎手だなという感じはしましたね。まあ、今回は初の園田参戦ということで、うん、まあ、なかなか乗り馬が集まらなかったんですけども、ね、そうですね、まあ、来年再来年とはまた顔なじみができてくれば騎乗馬もいいのが来ると思うので、ね、はい、まあ、ぜひ来年なんかもチャレンジしてほしいなという気がありますね。はい、なんか来年も来たいというような意向があるようですからね。はい、ぜひまたその名に参戦してもらいたいなというふうに思います。今日は報知新聞の倉田正樹さんの解説でお届けしました。倉田さんどうもありがとうございました。失礼します。園田競馬今週金曜日までの開催となります。金曜日は園田競馬開催がありますのでぜひお楽しみください。田中学騎手が兵庫生え抜きジョッキーとしての最高勝利、木村騎手にあと2つと迫っていきますので、それを塗り替えるかどうかというところも注目になります。お楽しみください。園田競馬この後ご覧の日程です。お楽しみください。